今ですね、慶応義塾大学の前の交差点におります。雨です。残念ながらね、スーパー雨。はい、今日はですね、令和になりまして初のラーメン二郎の三田本店、総帥いらっしゃるか分かりませんけどもね、ラーメン二郎の三田本店の麺増し食べたいと思います。全増し増しでいきたいですよね。うん、さあ到着いたしました。うい、並びですね。さあ、総帥お元気そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それとですね、進めております。麺増しの場合こうやってね、丼2つきます。で、1つはこう麺の大容量麺が入っておりまして、で、もう1つの方が結構濃いめのね、スープが入ってる感じなんで、こういう風にね、つけ麺スタイルで食べるのが、まあ、ベストなのかなという風に僕はね、編み出しました。はい、とはいえね、この見てもらって分かる通りものすごいボリュームできますんで、ちゃんとね、食べれるかどうか見極めた上での注文が必要ですね。全増し増しの上を行く感じで、麺増しです。まあ、全増し増しだとこのね、器2つじゃなくて1つで、ドンと乗ってる感じなんですけれども、まあ2つ来るとね、似た感じのインパクトもそうですし、実際のボリュームも半端ではありません。さあ、この日はね、ものすごい雨でして、ビタビタになりながらね、楽しんでおります。さあ、令和初のね、令和初の本店。そしたらね、総帥いらっしゃって、まあ、いつも声かけさせてもらうんですけれども、ピースもらって笑顔もらってて、もうね、サンガチ TV は大変でございますよ。もうそれだけで結構ね、嬉しくなっちゃってみたいな。で、まあ静かに待ちましてですね、
で、このね、麺増しの場合はどうしますかってもう一番最初のね聞かれた時に麺増しでっていう風に言ってのがルールという風に、調べて実際そうでした。さあ、こういう大容量系のね、ラーメンやっぱ食べるとね、うん、気持ちがねグッと出ておりますけれども、気持ちいいですよね本当に。いやもう何回も言ってしまう、何回分かってるのにね、もう東京着いたらそっちにね足が向いちゃうんですよ。この場所で言うとですね、三田慶応義塾の横にあるんですけども、まあ、駅で言うとね、田町駅っていうんですか、田町駅、もう一つね駅あるんですけれども、田町のこのね、山手線ここで降りてスッと向かっちゃったらこの感じですよ。まあ昼間ちょっとね早めに着いたんでよかったんですけども、昼間の時間はね本当にあの建物をこう V の形にね、お客さん並ぶ感じになりますんで、しかもね朝8時半からやってるってことで朝次郎なんていうね、お茶目な食べ方もございますよと。これも一回行ってみたいなと思うんですよね。朝ごはんに二郎ですげえよなと思って。さあ、そういう具合にね、麺こういう太麺ですね、太麺のこれなんて言ったらでしょう、もう二郎専用麺みたいな感じですよ。これを食べるため、このスープを飲むために、名古屋から僕は来るわけですね。まあさ、いろいろな、ね、ご意見ご感想いただいておりまして、いつもねありがとうございます。大食い再出発させてもらっておりまして、まあ、令和っていうね、いいタイミングなんで、ね、こういう気持ちのいいところからねぐいぐい行きたいかなというふうに思っております。今、ね、横のお客さん、帰られまして、違うねまたお客さん座られたんですけど、このお客さんがねありがたいことに、リスナーさんで、ございましてですね、いや今回本当にねお声かけありがとうございます。見てもらってね本当にありがとうございます。マクシさせてもらってですね、はい、こういう触れ合いがねスッとあるのもね、二郎ならではかなというふうに思います。まあいろんなねまだまだ食べ方等々勉強する必要はありますけれども、ラーメン二郎の三田本店はね行ったことない人は絶対行った方がいいですよ。これはね一度食べておいた方がいい。狙って朝めちゃめちゃ早く行ったりとか、ね、この混み具合が半端ないんで、その時間帯をなるべく避けれるような感じで行けるといいかなというふうに思います。グッと出ておりまして、まだまだ進んでおりまして、今回ね、助手さんがね、お二人見えまして、で後ろに、総帥がいらっしゃる3人体制っていう感じですかね、でやられておられました。いろんなね最近パターンがあるのかなというふうにも思います。さあ、そうこうしてるうちにですね、もうあのね麺増し丼が減ってしまいましてですね、こう減ってくると、うわもっとゆっくり食べればって思うのが人の差がでございますわ。さあ、次の東京はね必ず行きたいところが、ひばりが丘でしょ、他にもね、野猿街道さんでしょ、いっぱいありますよね。いや本当にこうね行きたいお店、ワクワクするお店が多くて、しかもね違うお店、同じお店でも味が違ったりとかね、こういうね面白さを秘めてるのがラーメン二郎さんなんですよね。ね、まあガツンと大食いですよ、もうガツンと大食い、まあガツンと気持ちよくね皆さんにこのね麺増しがこんな感じなんですよっていうのをお見せできる、これがまあ僕の幸せでございます。もうグッと出ておりますしね、もう油すごいし、ね、豚は神豚だしっていう具合でね、今回は当たり、令和初の一発目完全に当たりでございました。さあぐいぐい行っております、サンゴ TV まだね続きますんで、ぜひね最後までご視聴していってください。はい、野菜、そしてこのまま行くと、Thank you.
左衣装固めの方にんにく入れますか。にんにく油で、はい、にんにく油の、はい、勝負者固め野菜油増し増しの辛みで、はい、野菜油増し増しから令和初のですね、こちらの、はいはい、あちらにあるのがね、ラーメン二郎の三田本店です。三田本店麺増しの全増し増し2019年令和バージョン食べさせていただきました。これがね、サンワチ TV の令和初っ端です。はい、というところでね、うん、満足、総帥もお元気そうで本当何よりでございます。というところでね、この動画よろしければぜひね、グッドなボタンとか押していってください。サンワチ TV のラーメン二郎を巡る旅、ありがとうございます。美味しかった。